クリミア共和国は、ウクライナから事実上分離し、ロシアに連邦構成主体のクリミア連邦管区として編入された国家である。2016年7月28日以降は、南部連邦管区に属している。黒海北岸に位置するクリミア半島を領域とし、ロシア以外の国の多くが、ウクライナの地方行政区画である、クリミア自治共和国としている地域に相当する。ウクライナ領のクリミア半島にあったクリミア自治共和国とセバストポリ特別市は2014年ウクライナ騒乱、ロシアのクリミア侵攻を経てロシア連邦への編入を前提とする独立宣言を議会で採択した上でロシアへの編入かウクライナの下での自治権拡大かを問う住民投票を実施した。その結果、ロシアへの編入賛成多数であったことを受けて、住民投票翌日の2014年3月17日に、クリミア自治共和国がセバストポリを特別な地位を有する都市として包括したクリミア共和国として独立し、ロシアへの編入を求める決議を議会が言った。翌3月18日、ロシアのウラジーミル・プーチン大統領は編入要請を受け入れることを表明、クリミアのセルゲイ・アクショーノフ首長兼首相との二国間条約に調印した。3月21日に条約がロシア連邦議会で批准され、ロシアとしての編入手続きを完了した。しかしながら、ウクライナ政府及び欧米日などの諸外国は、クリミア共和国の独立及びロシアへの編入を認めていない。一方、クリミア共和国とセバストポリでは、毎年3月16日に、ロシア再統合に関する歴史的国民投票を祝う記念事業や、展覧会が開催され、クリミア共和国の首都シンフェロポリでは、クリミアの春を実現した人たちに花が捧げられている。そして、ロシアとクリミアの再統合がなった聖なる日である、毎年8月18日は、祝日として、首都モスクワをはじめとするロシア各地で盛大な祝賀行事が開催されている。公用語である、ロシア語、ウクライナ語、クリミア・タタール語での正式名称はロシア語で、ウクライナ語で、クリミア・タタール語で、クリミア・タタール語はソ連崩壊後、ラテン文字への切り替えが進んでいたが、ロシア連邦議会は、ロシア連邦内のすべての言語は、キリル文字を使用しなければならないとしている。ウクライナ管轄下においては、公用語はウクライナ語のみであり、ウクライナ管轄下の離脱後に、ソビエト連邦の崩壊後初めて、ロシア語とクリミア・タタール語がウクライナ語とともに公用語に追加された。ミコト語共通の地名であるクルイムの語源についてはクリミア半島を参照。諸外国はクリミア共和国の独立とロシア編入を認めていないため、従来のクリミア自治共和国という名称も使われている。クリミア共和国はクリミア半島のうち同じくロシアに編入され、連邦市として対等の連邦構成主体であるセバストポリを除く全域を管轄する。北はペレコープ地峡を介してウクライナのヘルソン州と接し、ロシアはヘルソン州と旧クリミア自治共和国の境界線を国境と主張している。東はケルチ海峡を挟んでロシア本土のクラスのダール地方と隣り合う。2014年の統計によると、65.2% をロシア人が占め、次いでウクライナ人 16.0%、クリミア・タタール人 12.6%、タタール人 2.3% の順となっている。一方、言語はロシア語が 84%、次いでクリミア・タタール語 7.9%、タタール語 3.7%、ウクライナ語 3.3% となっており、ウクライナ語の割合は2001年の 10.1% から大幅に低下した。この地域はモスクワ時間帯の標準時を使用している。時差はアトックプラス3時間で加時間はない。ロシア編入前は標準時がアトックプラス2で夏時間がアトックプラス3であった。2014年3月に通年アトックプラス4に変更された。しかし、同年10月に通年アトックプラス3に変更された。航空便はシンフェロポリ国際空港があり、ロシア国内と結ばれている。2018年5月15日にロシア本土との間のケルチ海峡にクリミア大橋が開通した。ウクライナ側とは鉄道、道路で結ばれているが、ウクライナとを結ぶ鉄道の運行は中止されている。クリミア共和国の政府は自治共和国のものを継承している。立法府は100議席の国家会議である。行政府は閣僚会議が司り、閣僚会議議長がこれを代表する。2014年3月18日に、調印、21日に批准された条約により、クリミア共和国は条約調印日をもって、ロシア連邦に編入したものとされ、3月17日に事実上独立した国となったクリミア共和国はわずか1日の短命に終わった。ロシア連邦の構成主体としての政府を発足させるための選挙は2015年9月14日に行われ、それまでは編入以前の議会と内閣が暫定的に存続する。3月17日以前、クリミア自治共和国に含まれていなかったセバストポリは特別市としてクリミア共和国に包括されて独立を宣言したが、セバストポリ市は16日の住民投票において単独で連邦市としてロシア連邦に編入されることを承認されており、編入後はクリミア共和国と対等な連邦構成主体である連邦市となった。なお、条約批准で編入されても、ロシア国内法上でクリミア共和国を連邦構成主体として編入する手続きはロシア連邦憲法の連邦構成主体の章を改正する必要がある。クリミア共和国は従前の自治共和国の地方行政区分を踏襲している。3月17日から18日までの事実上の独立国であった間はセバストポリを特別市として包括していたが、ロシア編入後はクリミア共和国とセバストポリ連邦市は対等な連邦構成主体となった。主な都市はシンフェロポリ、ヤルタ、バフチサライ、イエウパトーリア、ケルチ、フェオドシア等である。国際連合総会決議68、262、参照。18世紀にロシア帝国に併合されたクリミアは、1921年にソビエトの支配を受け、クリミア自治ソビエト社会主義共和国が設置された。第二次世界大戦中の1944年に、ロシア併合以前からの住民である少数民族のクリミアタタール人が追放され、翌1945年に自治共和国から州に改組された。1954年には、クリミア州はソ連最高会議幹部会令により、ロシアソビエト連邦社会主義共和国から、ウクライナソビエト社会主義共和国に帰属先が変更された。ソビエト連邦の崩壊によりウクライナは自治共和国を復活させ、また中央アジアからのクリミア・タタール人の帰還が許可された。しかし、帝政期以来の多数派であるロシア人はクリミアがウクライナ領になったことに不満を持ち、再びロシアへ帰属することを求めるようになった。1992年5月5日、クリミア議会はウクライナからの独立を決議し、クリミア共和国を宣言した。ウクライナ議会は5月15日に独立無効を決議したが、黒海艦隊の基地として戦略的に重要なクリミアへの関心を持つロシアは独立の動きを支持し、5月21日にクリミアのウクライナ移管を定めた1954年の決定は違法とする議会決議を行った。しかし、ロシアで独立を宣言していたチェチェン共和国に対し、1994年にロシアが武力鎮圧を開始すると、一方で自国からのチェチェンの独立を揮発しながら、ウクライナからのクリミアの独立を支持するのは自己矛盾であるとの国際的批判が高まり、ロシアはクリミア独立運動への支援を取りやめた。その結果、クリミア内での独立運動も後ろ盾を失って、急速に沈静化し、またウクライナ側でもロシアに敵対的な民族主義政党の活動が和らいだため、クリミア議会もウクライナ共和国内の自治共和国であることを認めるようになった。クリミアの自治権は1996年に制定されたウクライナ憲法で再確認され、クリミア自治共和国の設置が規定されたが、同時にクリミア半島はウクライナの不可分な構成部分とされ、自治共和国の離脱権は否定された。2014年クリミア危機において3月11日にクリミア自治共和国最高会議とセバストポリ特別市会議はクリミア及びセバストポリ独立宣言を採択し、ウクライナからの一方的な独立を求めた。3月16日に実施された住民投票でロシアの連邦構成主体としてロシアに統合するか以前の憲法を復活させて自治権を強化した上でウクライナに止まるかが問われた。住民投票の結果、ロシアへの帰属を求めて、ウクライナから独立することを承認する票が多数に達した。ただし、アメリカ合衆国、欧州連合、そして日本政府は、投票がウクライナの国内法に違反し、非合法なものであるとしている。住民投票を受けて、3月17日に、クリミアの議会は、クリミア共和国の独立を宣言し、ロシアはその日のうちに国家承認を行った。翌3月18日、ロシアのウラジーミル・プーチン大統領は演説で、クリミアとセバストポリの編入を宣言。直後に、クリミア共和国のアクショーノフ首相、クリミア自治議会のウラジーミル・コンスタンチノフ議長、そして、セバストポリ特別市評議会のアレクセイ・チャリ議長と編入条約に署名した。条約の正式決定には、憲法裁判所の確認、下院の批准、上院の承認などの手続きが必要となるが、条約の第一条は署名の日をもって、クリミア共和国は、ロシア連邦に編入されることとしており、条約署名をもってクリミアはロシアに編入されたとの見解を示した。ロシア国内の批准手続きは3月21日の上院承認により完了し、ロシア・クリミア両者の間での二国間条約としての編入が発効した。しかし3月27日には国連総会はこの編入を認めない旨を決議した。ありがとうございます。